この動画は映画100万ドルの道しるべのネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。コナンとマジック界との世界をつなぐ重要人物の一人、初代キッドこと黒羽透一、マジック小中の事故死で亡くなったとされていたが、映画最新作で、怪盗コルボーとして生存していたと判明したんだぜ。あれは本当にびっくりしたわ。透一さんは前々から黒の組織の構成員説が流れてたけど、今回の生存判明でさらに信憑性が増したんじゃない？いや、透一が黒幕である可能性は依然として低いんだぜ。今回は黒羽透一が黒幕ではないと考えられる根拠を紹介していく。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。黒羽透一とは、まずは透一の確定している情報を紹介していこう。黒羽透一は世界的に有名なプロマジシャンで、その正体は、初代怪盗キッド、現在2代目キッドを務めている黒羽怪盗の父親だ。そして今回の映画で、新一の父である工藤優作の双子の兄であることも判明した。透一は謎の組織によって引き起こされたマジック小中の事故で、すでに死亡したとされていたのよね。もともと生存説は噂されていたんだけど今回の映画でそれも事実だったと確定したんだぜ。ラスベガスに突如現れた黒ずくめの怪盗であるコルボーとして生きていたのよね。でも怪盗コルボーはコナンしか読んでいないと詳しいことがわからないのよね。それもそのはず、彼はマジック怪盗のキャラだからな。なので、一応解説しておこう。怪盗コルボーが登場したのはマジック怪盗の第5巻。彼は突如ラスベガスに現れた、きっと通り二つの容姿の怪盗。ただし見た目は麻薬の真っ黒で、コルボーはフランス語でカラスを意味するものとされている。透一は黒の組織のボスがカラスマだと判明していなかった頃から黒幕説が至るところで囁かれていて、根拠としては以下のことが挙げられていた。黒羽という名字が、黒の組織を象徴する鳥類であるカラスを連想させる。組織が使う専用着信音もカラスを題材にした童話、七つの子、よね。組織のあの方であるカラスマも、実際名字にカラスが入っているな。二つ目の根拠は黒の組織が死者蘇生や不老不死の研究を行っている可能性が高く、透一の売っていた宝石のパンドラにも不老不死に関する秘密が隠されていることだ。パンドラってすごい宝石なことは覚えてるけど、不老不死の設定なんてあったっけ？お前な。パンドラにはボレイ彗星が近づいた日の月の光にかざすと中に入っている赤い宝石が輝き、不老不死の力を手に入れられるという伝説があるんだ。1万年に一度地球に接近するというボレイ彗星ね。透一がパンドラを追っていた理由は未だ明かされていないが、透一が組織の関係者だとすれば合致するんだぜ。3つ目の根拠は変装術の弟子であるシャロンが、組織のメンバーのベルモットであり、繋がりがないわけではないということだな。ベルモットはシャロンっていう名前で女優をやっていて、彼女に変装術を教えたのが透一だったのよね。あれ、透一ってかなり怪しいじゃない。今さら気がついたのか？まあこんな感じで怪しさ満点な透一だが、結論として黒幕説が事実である可能性は薄いんだぜ。あれ？そうなの？じゃあ順を追って解説していこう。キッドのルール。まずキッドのあり方を語る上で欠かせないルールとして、キッドは殺人を犯さない。これは2代目キッドであるカイトだけのルールではなく、初代キッドである透一の時代も共通だった。なるほど。これはきっとと10年以上の付き合いである中森警部も言ってたわよね。奴は人の命だけは取らねえ、と53巻、怪盗キッドの4名が、って言っていたな。対して黒の組織は殺人も平気で犯す凶悪な組織だ。殺人は犯さない心情であったであろう透一が幹部以上の存在として関わっていた可能性は、シンプルに考えれば低いだろう。そう言われると確かに、透一が関与している説はなさそうに感じるわね。殺人を犯さないというラインはきっと人気にかなり影響がある部分だろうし、それが崩壊したら SNS で大炎上しそう。ここは貫いてほしいわね。スペルの違い。黒の組織のボスは謎の死を遂げた大富豪からスマレンヤだと判明した。しかし依然として透一の黒幕説は存在し、中にはカラスマが透一なのではないかという声もある。ここからはそのカラスマイコール透一説の否定につながる根拠を紹介する。まず紹介する根拠は名前のスペルの違いだ。名前のスペル？映画で見た限りだと、透一は確か、TK だったわよね？そうだな。対してあの方の正体が判明した原作95巻で書かれたカラスマのスペルは、カラスマ、で冒頭のスペルは C。これは日本表記かイギリス表記かで通常表記が異なるんだが、私はこの C スペルは、英語でカラスを意味する苦労から来ているんじゃないかと睨んでいる。それは興味深い考察ね。また黒の組織の正式名称は未だ明らかになっておらず、様々な考察をされている。
そのうちの一つに組織の名前は、クローバーではないかという説がある。これは98巻で黒の組織と関わりのある若さるみが、歩みからもらった四つ葉のクローバーを彼女の見えないところで捨て去っているシーンがあり、これは、クローバーイコール組織の正式名称の暗示ではないかという考察だ。なるほど。このクローバー説を見ると、頭文字のシーンには深い意味があるように思えてくるわね。このスペルの違いにどこまで意味があるかはわからないが、深読みすればこれは統一とは別人であると示す伏線の一つではないかと思うぜ。確かにこれは何か意味がありそうね。ブラックプラス。次に公式ダイジェストブック、ブラックプラスの質問コーナーから、青山先生の回答を紹介するんだぜ。ん？青山先生が言及してるの？ああ。読者からの質問と内容は次の通りだ。ぶっちゃけカラスマレンやって黒羽統一さんですよね？まだ生きてるとおっしゃってましたし。ははは。ちげえよ。あれ？めっちゃしっかり否定されてるじゃない。今までの考察は何だったの？すまんな。知ってる上で解説してたんだ。実際この回答が出たのは2018年と結構前だが、統一の黒幕説はそれでも囁かれているんだ。今回はそれを踏まえての解説なわけだ。ただこの質問と回答の考察をする上で重要なのは、これはカラスマイコール統一であるという説の否定で、統一が黒幕及び組織の関係者でないことの否定ではないことだな。あくまでカラスマと統一は別人だよ。ってことね。また他にも青山先生は最終回に関わってきそうな内容をいくつか質問コーナーで回答していて、コナンとマジックカイトの最終決戦は交わるのか、という質問に、交わることはない、と回答している。統一が本格的に関与している可能性は低いんだぜ。なるほど、確かにこの回答を踏まえると統一の関与説はなさそうに思えるわ。またこちらは少々めたい話になるが、キッドがミステリートレインで黒の組織と関わった際、読者から酷評の声が続出した。あれ？そうだっけ？リアルタイムで追っていた人以外はあまり覚えのない話かもしれないな。二代目キッドことカイトのチートっぷりは皆さんご存知の通り、IQ400、変装の達人、自由自在な生態。このチートっぷりをコナンの本軸である黒の組織関係に関与させるのは、タブーだ、反則だと読者から不評だったんだ。そうなの。知らなかったわ。まああくまでも二代目キッドの話だと言われればそこまでだが、こういうメタな部分を考えても統一が組織の重要人物である可能性は低いと思わないか？確かに、青山先生もマジカイとコナンはあくまでもパラレルワールド同士の関係性で、通常は同時に成立しない世界観だって言ってたわよね。そう考えるとキッドに力を借りるのってかなりの禁じ手なのね。まとめ。今回は黒羽統一黒幕説、組織の重要人物説の否定の根拠を紹介したんだぜ。みんな、他にも何か気になる点があればぜひコメント欄に書き込んでくれ。面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくね。それでは、また次回お会いしましょう。